ローカルネットラジオの大津を乗り越えて今この番組にたどり着いた方、ようこそ海流神社放送局へ。町役の高橋美香子です。綾音役の千葉紗友子です。唐突なんですが、CD ケースを開けるとき、皆さんはどうやって開けているでしょうか。唐突だね。本当に唐突ね。本当すいません。両手で開けてる人がね、ほとんどだと思うんですが。そりゃそうだろうね。片手で開ける方法が実はあります。それを伝授しましょう。唐突だなアイラント関係ね。本当だね。さあ、じゃあまずはお手元に、うちの番組の CD を、ご用意ください。そうですね。そうですよ。じゃなかったら意味がないから。はい、ないです、ないです。はい、DJ CD を皆さん手元に、はい。お願いいたします。急いで急いで持ってきて。早く。早く早く。2階にある人はね、取りに行ってくださいね。ね、はい、自分の部屋にある人も取りに行ってください。じゃあ行きましょう。うん、まず、CD を置いて。行きます。はい。片手なんで、はい。左手とか右手、どっちでもいいわけですね。で、この、開く側の、開く側の一番先っちょ上下。上下に、を持つ。うん。持ちます。持ちました。それそして、左手、左、違う薬指じゃない、人差し指、人差し指で下の面を、あ、こっち、あ、開いた。え、え、なになに、どこどこどこ押した、あ、すごい、え早くそっちに行きたい。すごい、はこう、だから上の面しか持たないってことですよね。開かないよ、上の面しか触って、人差し指でここを押さえるの？押さえる。あ、開いたー！開いたー！すごい！すごい！これ伝わってる？わかんない。これ写真後で撮っていただいて。伝わってるかな？伝わってないですか？あ、まずいですね。上の開く部分を、上の、上下のところに手を添えるですね。で、うん。で、人差し指で、上の面を押さえるだけで、パカッと。引っ張る感じだね。はい。うん、でも引っ張らないでも全然開く。上下をこう押すっていうのかな、上下、あ、確かにこうギュッてギュッとギュッて締める感じ、うん、ギュッて親指と薬指あたりでギュッて締めて人差し指を添えたらパカ。これびっくりしたことにね、うん、さっきこの原稿をね、うん、打ち合わせの時に、うんうん、まあ、みんなでこう読んでいて、うん、こう構成作家さんがこのお話を書いたわけですけれども、うんうん、うちのディレクターが、うん、どうやって開けんのって言ってた、ね、びっくりじゃないこれ、私普通にえディレクターやってない普通にと思って、おお、確かにディレクターたるもの、うん、たるものって分かんないですけどCD ぐらい片手で上げられないと、ね、料理人が片手で卵を割れないのと一緒ですよ。ああ、なんかいい例えな気がしてきたあれあれちょっとじゃ あここで勉強していってもらってね、はい、ね、皆さんも、はい、こうやってみてください。なんか感動します。そうだね、はい、確かに感動するから、ね、うんうん、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、それではこれからの時間一緒にくつろいじゃってアイランド、聞いちゃってアイランド、海流神社放送局。改めまして高橋美香子です。改めまして千葉紗友子です。まじはまじは驚いたそんなところで、いや、私大丈夫かな、さっきの CD のやつに感動しすぎた。感動しすぎて、はい、ちょっとテンパっちゃったのかもしれない ね、かわいいな、腰な、はっきり喋ってるつもりだった、ね、今いいよって思ってたの、自分の中ではいいよ、はっきり喋れてるよって思ってたのにまずはです、はい、まずはこちらのコーナー、冬眠だより。今日も冬眠の皆さんからたくさんのメールが届いてます。はい、早速ご紹介したいと思います。はい、せんとくんからいただきました。はい、ありがとうございます。天然ボケのみったん、大雑把なさえちゃん、やっほーやっほーなに僕引っ越しのバイトやっていました。おお、これ前回というか前にね、うん、引っ越しの梱包をお手伝いしてもらったっていうお話がありまして、はいはいはい、ありましたね。でその時に、うん、まあ、高橋さんの疑問に対してのお答えメールが届いたわけですよ。引っ越しマンから、はい、ありがとうございます。はい、荷物の梱包を手伝うのは、うん、サービスっていう以前に迷惑だからです。ほうほう。はぁはぁはぁ、うん、それでそれで午前中に一軒お昼ご飯を食べて、はい、午後に一軒行くのに、はい、梱包していないなんて、はい、午前中に終わらなかったらお昼ご飯を食べる時間がなくなるんだよ、午後からで梱包してないなんて日当だから残業代なんてないんだよ、
ひどい業者は梱包済み分だけ持っていくよ。ミッタの場合は最初から梱包してもらうコースで引っ越してください。ほなね。なんか反論できない自分もいつつ、はい、なんかちょっとカチンとくる自分もいるんだけど、なんだんだろうね。なんだろうね。なんだろうね。うん、なんか叱られてるよね。うん、メールを通して。そうですね。はあ、そうですか。ああ、そうですか。そしてあまり言い返せないっていうね。言い返せないね。うん、まあ、でごもっともだからね。そうですね。そうだね。まあでも、うすうす気づいてはいました。うんうん、あの、サービスというよりも迷惑だからというのは、はいはい、その引っ越し屋さんの表情を見ていれば、なんとなく汲み取れましたんで、まあね、あ、困ってるっていうか、はい、あ、めんどがってるなっていうのは、分かってまし、うんうんね、とはおかしい。分かってたよ、セント君。そうだよね。セント君。はい、ね。そっか、分かった。じゃあ、はい、でも、まあ、こういうことだったと。なるほど。事情はね。分かりました。ありがとうございます。うんうんうん、そうだね。最初から梱包してもらうコース、ちょっと高くついても。そうですね。そっちを選べと。いうことですね。ね、うん。分かりました。そう、私のね、友達で、うん、この間なんか、おばさん、親戚のおばさんの、うん、あの、引っ越しを手伝いに行ったんだって。うんうん、で、やっぱり、全然梱包が終わってなくて。うんうんうん、で、前に、その、うん、友達が、前の日とかも手伝いに行ってたにもかかわらず終わってなくて、うん、で、やっぱりサービス、その、引っ越し屋さんが来て、うんうん、やっぱ一緒に手伝ってくれたんだって。うんうん、で、その、友達がね、いや、あの人たちは、さすがだね、と。うんうんうん、あんなにテキパキと綺麗に梱包してくれるんだったら、うんうんうん最初からやってくれればよかったのにみたいなことを言うわけ。で、いやだって、うん、運ぶだけのやつでしょっていう話をしたら、いやまあそうなんだけど、でもさーとか言って、なんか早く終わるんだったらさ、最初からやればいいじゃんみたいな。いや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 、だったら最初からそういうコースを選ばないとやってくれないですよ、うん、みたいな。びっくりしました今のね、また。ねえ、びっくりだよ、ね。女王様みたいな発言を。そうそうそう。で、しかも、でもあの引っ越しのお兄ちゃんってなんであんなにかっこいいんだろうねみたいな話をして。なんかこう、ちょっと筋肉がモリッとしてる感じがいいよねって言って、で、爽やかな笑顔にね、ハキハキとした青年ね、ね、まあなんか、チュートリアルの徳井さんにちょっと似てたと。何？あ、タイプ？タイプ。来た、来たね。マジで？そう、それで、やっぱりなんかそう、ピュン、キュンと来て、もうすっごいいつも近くで、なんか、ですよねみたいな感じで、なんかこう手伝いながら、話しかけてたんだって。いやで、なんか運んでる最中と、の時とかも、こう、うんうん、結構ちょこちょこそばにいたら、うんうん、すいません、どいてくださいって言われたら、邪魔なんじゃん。邪魔だったんだ、今までと思って。はい、ごめんなさいって言って。かわいいね、この子。何それいいね、でもね。どこの業者か聞いとこうか。ああ、聞いとくべきだね。次はじゃあお願いしようかな。ね、うん、ねそうだよね、うん。私は単純に、その力仕事ができる姿を見ると、うん、尊敬しちゃうね。そうだよね。感動するし。うん、あんな重いね。本当だよね。冷蔵庫とかを、本当角と角に、そう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 。指を引っ掛けて、ひょっと持ち上げるっていう、あの姿にね、感動するね。うんなんかコツがあるんですってね。なんかそういうこう重いものを持つ、なんかこうなんとかの法則じゃないけど、なんかそういうのをやって軽々と持つらしいよ。ああそうなんだ。すごいね。やっぱプロですな。はい、そうですよ。お金払ってるんでね。あれそこ。あれそうですね。なんか面白い話が台無し。どうした千葉紗衣子。どうした。のまとめ方まとまってんのそれびっくりしたうわーなんかまとめてんのかな、はい、鳥取砂漠さんからいただきました。ありがとうございます。千葉さん高橋さんこんにちは。こんにちは。先日ランチでカレーを食べたのですが、うん、夜家に帰ると晩御飯がカレーでした。母親がどこかで見ているかのように、昼ハンバーグだと夜ハンバーグ。おでんが食べたいなぁと思えば夜の食卓におでんが出たりと考えることが一緒で本当に親子なんだなと思いました。お二人さんは親子だなと強く感じたことはありますか？あるよね。うん、あるある。食べたいなと思うと食べたいものが出てくるみたいな。うん。ね、親子。あとそう、お昼に食べたら夜に出てきちゃったとかっていうのもよくよくある。うんうん、あるよね、うん。なんかあれじゃない？こうサイクルって決まってこない？そう、そうだよ。なんかこのタイミングでそろそろカレーが食べたいなとか。うん、そう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 。うんうん、やっぱ体がさ、
やっぱ欲してるものっていうのがやっぱ同じもの食べてると一緒なんだろうね、うんうんうん、きっと野菜が不足して、うんうん、あ野菜食べたいなと思えば多分相手も食べたいなと思う体になってるわけじゃん、うんうん、お肉が食べたいなと思ったら、うんうん、お肉が食べたい体になってるから、うんうん、同じものを食べてるとね、うんうん、そういうサイクルがきっとくるんだと思うんだけど、うんね、私友達のうちによくご飯を、うんうん、あの夜ご飯を食べに、うん、あの遊びに行ったりすることがあるんだけど、うんうん、あの結構行くんですよそのお家にね、うん、でまあ月に何回か行くと、うん、必ず私が同じ週のに、うん、例えば金曜日に、うん、先々週も金曜日でまた今回も金曜日に来ちゃいましたみたいなことになると、うんうんうん、必ずカレーだったりとかするの。ああそうなんだ。あまたカレーだみたいな。だから多分サイクルが、あそっかそっか、家の中でもサイクルが決まってるんだね。そう。なんか、美香子いつも、ね、美香子いつもうち来るとカレーだね、みたいな。あ、そうですね、みたいな。あ、私もこの間言われた、うん、なんかその家族の、うん、あの、その親戚の家に行った時に、さやこちゃん来るといつも鍋だよねっていう。あ確かにと。鍋だと思って。なんだろう。なんだろう。なんかこう、別にさ、だって、行くって前から決めてたわけじゃない。そうそう、決めてないの。突然行くんだけど、ね、うん。不思議だよね。なんかあるんですか ね、うん、ね。それもマーフィーの法則か何かなんですかね。マーフィーの法則っていうんだ。そう、なんか言うみたいだよ。マーフィーの法則っていう、こう、よくよく生活の中で起こりうる法則をまとめた本があって、そう、私もね、なんか、あの、別のラジオやってる時教えてもらったんだけど、うんうん、そうそう。面白いね。何なんでしょうか。はい。ではでは、ね、はい、おしまいです。以上、島民だよりでした。聞いちゃってアイランド。海流神社放送局。続いてのコーナーはこちら。今週の吹き矢賞。リスナーの皆さんからなんとなくイラッときたもの、ムカついたもの、むしゃくしゃした体験を短く書いて送ってもらい、町役の私高橋美香子がそれを聞いてムカついた度合いによって吹き矢を吹くコーナーです。はい、それでは参りましょう。まずは水平線の彼方さんからいただきました。バス停前に路上駐車している車。ふっ、おーマックス来ました。はい、路上駐車が嫌です。うん、うん、ちょっと自分の生活を振り返って、あの普段車にそんなに乗らないから、うんうん、そんなに嫌じゃないはずなんだけど、ね、そうだよね。うん、でも嫌です。なんか片言っぽい、片言っぽいね。あれ嫌です。嫌です。路上駐車嫌です。まあ迷惑、まあそうですよね、迷惑です、大迷惑ですよ、迷惑です。はい、はい、続いていきます。はい、みーそんさんからいただきました。回転寿司で自分が狙っていたネタを取られてしまった時。あー、うん、でもふふん。そうでもない。4つ4匹。まあ最初はね、そう、あと、ねえねえ、回転寿司行って、うん、あの、お皿を取る？なんていうか。え、ごめん、ネタだけ取るってこと？違う。そう、犯罪じゃん。盗んだじゃん。お金払わない気ってこと？あ、私違くて、うん、あの、板前さんに直接言うことが多いんだよね。あ、私もそう。頼む、回ってるやつを、あんま取らない。取りますか？取る？私ね、あんまり取らないんだよね。私も取らないね。ね、そうなの。直接渡してくれたりするもんね。そう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 。だから。でも、ちょっと遠いと、うん、なんか、行きまーすとかって言って、うん、渡してくれる。そうそうそう。流しといてくれて、うん、で、取ったりすることはあるけど、ね、だからかな、うん。あんまりだね。そうだね。頼むことの方が多いです。そうかもね、うん。私も回ってても頼むもの。同じものが回ってても。そうだよね。私もそうだもん。そう。やっぱりなんか新しく握ってもらったものの方が、うん。ね。じゃあ回転してなくていいんじゃないみたいな感じもね。でも回転寿司なんだよね。そう。わかる。ちょこっと食べたい時とか。わかるわかる。ねえ、うん。私も回転寿司すごい好きだし、うん。うん。なんか負けられない気持ちになったりしない？しない。あれ？私よく言ってる。お寿司回転寿司行くと、うん、あの、独り言で、あ、負けられないって言ってる。何に？ん？なんかいっぱい食べなきゃっていう。なんかお皿の数みたいな、なんか。もう限界まで食べなきゃ。
負けられない負けられないわとか。それは自分との戦いってこと？だね多分そうそうなんだ。だってほらいっぱい食べたいじゃん、いろんな種類いっぱい食べたいんだけど、なんかお店によっては1貫ずつがダメで2貫ずつしか、あの出してくれないとことかもあるじゃん、うん そ, うね、そういう時ほど悩むね、うん、1貫ずつはまだ負けられなくないの、うん、1貫ずつってあんまり行ったことないかも私。あそっか、1貫ずつってないのかな。1貫ずつはうちらがよく行く店じゃね。あそっちだでしょ。あそこは回転してないもんだって。あしてなかったね。そう紙にいちいち書いてる、はい、みたいな。あそっか、そう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 だね、うん、あそこはね。じゃあみんな回転寿司いいんじゃないかなね、回ってるやつもとってもいいんじゃないかな。もう相当大爆笑ですよ、うん、はい、なんか話があっちこっち行き過ぎじゃないかっていうね。次行きまーす、はい、滝川ポリエステルさんからいただきました、はい、自転車のパンクを直した後の帰り道に起きるパンクは？直したのに？そう。直した後の帰り道に再びパンク。それは直ってなかったってことかな？これは多分あやねで的なことじゃないかな。あ、またもってこと？二度目ってことですか？うん。うんうん、それはイラっていうかムカってするね。ですよね。へえ、うん。それはマックス吹きますよ。はい。はい。次行きまーす。うん。街のパヨパヨさんからいただきました。うん、新学期、学校でジュースを買おうとしたら全部値上がりしてて買えなかった。は？本当？こんなことあんの？ふっ！ちょっと悩んじゃったよ。悩んじゃったけど。悩んじゃったけど。マックスにしといた。だって買えなかったんだもん。買えなかったの。飲めないんだもん。ねえ。え、どういうこと？お金がなかったの？そうじゃない？あ、そうかそうか。100円が130円になったりしてたっていうことですか。あ、そうかそうか。30円。持ってなかったよって。うん、か、多分お財布から100円だけペイって持ってて、うん、買おうとしたら130円で買えなくて、もうどんどんめんどくさいみたいなことじゃない？ああ、そっか、うん。なんでだろう、今ちょっと物価が上がってるからかな。それに伴っての。かなぁ、わかんないけど、ね。飲み物もね、ドリンクも上がっちゃったりしてるのかしら。うん、こう、場所によってさ、うん、違うよね。うん、あのお値段がね、うんうん、あの同じ自販機でもコンビニとかさスーパーとかは違うのはしょうがないけど、うんうんうん、ね、自動販売機でもさ、うんうんうん、違うのびっくりだよね。あ、いっぱいあるよね、うん、なんかやたらと格安な自販機とかあるじゃん。90円とか、そうそうそう、ここのね、あれまだ90円あ、90円だ、ね、あ、そうだね、うん、次行きまーす、ウィザードさんからいただきました。駅や建物の通路で前の人が携帯を見ながら歩いていて、なかなか前に進んでくれない。ふぅ！ご吹き。ご吹き。ちょっと勢いは持って。ご吹きの割にちょっと興奮しちゃいました。はい、ご吹きの割に4吹きの札がちょっと宙を舞いました。びっくりしました。はい。なんだろう、どうしたらいいんだろうね、でもそういう時って。ねえ。これ、びっくりだよね。私、ちょっと違うけど、うん、やっぱ詰まって前に進めないのが、うんうん、あの、エレベーター？エスカレーターって、うん、あの、まず東京だと左にね、みんなちょっと、うん、うん、そうね、真ん中いてね。あの、登ってきたくない人、うん、あの、立ちっぱのままの人が左にいるじゃない、うん、でも右にいて喋ってる女の子とかいたりするじゃない、うんうん、あれ、私、プレッシャーをかけようとして、うん、あの、真後ろにつけるんだけど、全然どかない時とかあるよね。うん、ね、それを私じゃなくて別の人がやってるのを見たことあるの。うん、おばちゃんとかが、どうしても早く行きたいみたいで、喋、うん、ってる女の子の背後にぴったりくっついてるのに、うん、彼女は空気を読まず、うん、全然どかないみたいなのとかを見ると、私ももどかしくなる。なんか、うん、おばちゃんの気持ちわかりますみたいな、どけよって、すごい思う。うんうん、私、絶対すいませんって言っちゃう、そういう時。あ、そっか、そうだよね。うん、言った方がいいよね。うん、どけよってことですよ。そう。足音とかもやっぱ立てるじゃん。その、まず、遠いところから、うん、うわ、前にいる、止まってると思って、うん、で、ちょっと割と大きめの足音で行くんだけど、うんうん、気づいてくれない時は、うん、すいませんって言って。うんうんうん、そうすると、あ、ごめんなさいとか、うん、まあ、ちょっとか、なんか嫌な顔する人とかも中にはいるけど、うんうんうん。うん、でも大体ね、どいてくれるからね、みんなね。言うことにする。うん。絶対すいません言った方がいいよ。そうだよね。うん、一言ね。うん、うん、そう。さっきもちょうどマネージャーと、うん、あの、このスタジオにね、来るまでに、うんうん、あの、駅から、うん、私一人でペッペッって歩いてたの。うんうん、そしたら、後ろから、タッ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 ってすっごい駆け足が聞こえてきて、うんうん、あ、誰か走ってる急いでんだなと思ったら、千葉さん
って来て、うちのマネージャーだったわけ。あー、で、あー、おはようございますなんて言って、そしたら、なんかその、私、足音うるさいですよねっていう話から、なんかその、早足ですよね、千葉さんって、みたいな話になったわけ。で、あー、まあ確かにそうですね、と。で、団体行動の時に、結構だらだら歩いてる人たちのグループとは、もうものすごい距離が、できるんですと、すごい団体行動が苦手で、もうダラダラ歩けないんですよって話で、渋谷に行くと、みんなダラダラ歩いてて嫌ですよねって。で、もうすごいもう邪魔で人がって言って、私そういう時は、あ、そう、私の話ね。私は渋谷とかだと、もうダラダラ歩いてる人は、もうすいませんって言って、邪魔って言ったりする時もあるの。そう。そう。だから、なんか、あの、ドラマの斉藤さんみたいに。え知ってる斉藤さん。水木ありさ。水木ありさの。あ、そういう感じなんだ。あれは、あの、ほんと、正義の心を忘れない、あの、奥さんの話だから、あの、街で見かけたポイ捨てとかを、もうひたすら注意したりとか、その、正義感たっぷりの女の人の話だから、なんかそんな気がしてきた。斉藤さんみたいな。ほんと？千葉斉藤さん。でもその人は大丈夫なの？ん？あの、なんかみんなに憎まれたりとかしないの？あの、なんか、ちょっとこう、鬱陶しがられたりすることもあるけど、最終的には、斉藤さんに、こう、なんだろう、助けを求めたりとかするから、本当？そうそうそう。貫いても平気やったし。大丈夫だと思う。本当？うん。よかった。確かに、さやちゃん歩くの早い。早いんだよね。そう。私も言われるのに、私以上に早いから。私も高橋さん足歩くの早いですねって、男の人にびっくりされたりするのに、そんな私が見てびっくりするんだから。相当だよ。相当早いんだ。うん。むしろ走って、いや、小走りぐらいの。本当？うん。競歩って感じ？競歩。競歩だ。競歩の人ですよ。だから街中でちょっとなんか早いなって人見かけたら多分さえちゃんだと思った方がいい。はい。あの人歩いてるのにやたら早いっていう。はい、以上でーす。おしまいです、ね。はい、まだまだスッキリできない方からのメールお待ちしております。キアでスッキリしちゃいましょう。聞いちゃってアイランド、アイリュー神社放送局。続いてのコーナーはこちら。アイラント温泉、癒されて。ラジオ会中のスペシャルエコーで、まるで一緒にお風呂に入っているかのような気分を味わっていただきつつ、ほんわかと心が温まるメールを紹介する、ラジオ会一ハートウォーミングなコーナーです。ではでは、はい、早速、お一人目ご紹介したいと思います。お願いします。アフロレイさんからいただきました。日向ぼっこをしていて、ほかほかになった猫たちが、膝の上に乗ってきたとき、はぁ、あ、はぁ、あ、癒される。想像で癒された。なんかね、今ねポカポカになった。そんなコーナーだったっけ。そんな、なんか紹介するコーナーだけど、そうだよね、私たちが癒されたっていうコーナーじゃないよ。いや、でも今のはいいね、ほっこりしますね。来ました。では続いていきます。はい、見えない翼さんからいただきました。はい、先日実家から荷物が届きました。荷物は食べ物や日用品などでしたが、その中に1枚の紙切れがありました。それは弟が書いた短い手紙でした。なぜ短かったのか、その真相を弟に聞いたら、いつでもメールできるからだよと言いました。でも、たとえ短くても、たとえいつでもメールできても、手書きの手紙は特別な感じでした。僕はその手紙を財布に入れておきました。なぜなら、お金と同じくらい、いや、それ以上に大事なものだからです。手紙って、今やっぱりなかなかないから、嬉しいよね。嬉しい。ポストね、入ってるとすごい嬉しくなる。そう。そうそう。やっぱり役者仲間でも、お芝居とか、皆さん結構やってらっしゃって、チラシだけで来てくださいっていう方と、メールでお知らせしてくれる方と、あと、いまだに手紙で、ちゃんと手書きで、何々様へ、千葉様へ、つって、こうで芝居やることになりました。で、チラシと一緒に封筒に入れて、手渡ししてくださったりとかすると、なんか、あ、行こうかなっていう気になるよね。
そうだよね、うん、でもね本当そうだと思う、ね、うん、なんか本当ちょっとした、ね、心遣いなんだけど、それがすごく大きく作用するんだよね。飯塚まーちゃんがそうじゃない、こうすごい豆で、うんうんうん、書かれたハガキとかも、うんうん、年賀状とかでも必ず一言手書きで書いてあったりとかして、うん、嬉しいなと。あー、うん、そっか、ね、大事だよねやっぱ一筆添えることは ね、うん、はい、ありがとうございました、はい、以上です。皆さんのハートウォーミング体験ぜひ教えてください。メールお待ちしてます。お伝えしてアイラント、ここでは流されたアイラン島の最新情報をお伝えしてまいります。はい、 DVD 流されたアイラン島は全9巻が絶賛発売中です。うん、さて今回はですね、うん、その4に収録されております第9話の見せたくって跡取りを振り返ってみたいと思いますが、はい、こちらはですねリンちゃんがメインのお話ね、うん、そうだね、はい、あとまあミコトちゃんというリンのことが大好きなミコトちゃんというのと、うん、あとイクトと、うんうんうん、スズがなんかちょっとこう初めてイクトを、うんうんうん、ていうかなんか恋心みたいなのを、うんうん、まあ、意識し始める頃ですね。そうだね、うん、うんうんうん、そうそうそう、あとお母さんが出てきた、あ、そうそうそう、リンちゃんリサさん、うん、ね、そうそうそう、うん、なんかリンちゃんのお家はいろんな人がいて、そうだね、私あの食卓の映像のシュールさにちょっと笑っちゃいましたそうだよね、うん、だって、うん、人間と一緒に、うん、あのお猿さんとか、そう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 、ペンギンさんとか、うん、お猿さんってかイタチね、あ、イタチ、イタチ、うん、お猿さんもいた、あ、いたっけ、うん、あ、いたね、首の長いお猿さん、長いねそうそう、ね、いっぱいいて、そう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 、あ、棟梁たちだよね、そうそうそう、きっと ね、 ね、一緒に食卓を囲むんだけど、うん、その絵面がすごいおかしいです、うん、あれ面白かったね、うんうん、はい、ぜひぜひ皆さん振り返ってみてください。はい、 DVD 流されたアイラン島はその1からその9まで大好評発売中です、うん、各巻初回限定版が税込7350円、通常版が税込6300円、その1のみ初回限定版が税込5250円、通常版が税込4200円です。そしてこの番組の DJCD、 テレビアニメ流されたアイラント、インターネットラジオ聞いちゃったアイラント、海流神社放送局 DJCD は第1巻第2巻が現在好評発売中、うん、そして第3巻は6月25日に発売予定です、うん、各巻とも税込2940円となっております、うん、さあ第3巻の内容なんですけれど、お、まあですね、うん、まあ、5月中旬に入ろうという時期ですし、はい、そろそろいろんなことが決まっているはずだ、決まっているはずですよ、そりゃそうですよ、もう1ヶ月ちょっとですからね、はい、ね、急がなくちゃ、はいはい、うん、うん、2人には教えられない、うん、それ決まってないの間違いじゃないですかどういうことですか、なんで教えてくれないんですか、お、私たち出ますよね、出ますね、あれ出ないっていう可能性もあるの、多分って言われました今トークバックで、はい、多分ちょっとみんな目そらしまくりじゃないですか大丈夫ですか、多分って何ですか、はい、ねえ、私たちゲストなんじゃない、もしかして、マジで、うん、本当、うん、じゃあ違うかな、じゃ誰が回すのわからなさすぎる、わからなさすぎる、監督とかかもしれない、わかんない、監督が回すの監督と下野さんがメインみたいな、あなくはないけど、うん、でもでもね、なんかそれは、待って待って、それは何何、リスナーのみんなが許さないと思う、あ、そうだよね、やっぱさえちゃんと、そうよね、みったんが声じゃなきゃみたいなそうよね、そうよねそうよ、そうよ、じゃあそれを期待しつつ、はい、はい、第3巻は6月25日発売予定です、はい、詳細が分かり次第またお知らせしたいと思います、はい、流されたアイラントの DVD、CD、キャラクターグッズなど、そして貯めちゃって冬眠ポイントの詳細は流されたアイラントの公式ホームページでチェックしてください。流されたアイラントの原作が大好評連載中の月刊少年ガンガンですが、6月号は5月12日に発売、流されたアイラント外伝が連載中のガンガンパワードナンバー12、6月号は現在絶賛発売中です。第12巻まで出ている原作コミックと合わせてぜひチェックしてくださいね。さらに小説流されてアイラン島の3巻が発売になりました、うん、どんなお話かというと、アイラン島に
未来人が来ちゃう、はあ、みたいな、はあうん、いつものように平和に暮らすアイラン島の人々の前に現れた未来人、一体彼女は何の目的で来たのか。はい、エイクトだって最初は環境に慣れるのに苦労していたのに、未来人はアイラン島で一体どうなっちゃうんでしょうか。気になりますが、そちらは、小説の方を読んでみてください、うん、ぜひ本屋さんでチェックしてください。以上、お伝えしてアイラン島でした。聞いちゃってアイランド海流神社放送局、本日はそろそろ放送終了のお時間でーす。はーい、うん、なんかみかこからお知らせがあるということで、うん、そうなんですよ、はい、今月ですね、5月の25日の日曜日に、高橋みかこアルバムスイートを引っ提げてのライブをやりたいと思ってます、うん、高橋みかこライブスイート空を飛ぶ方法というタイトルで、うん、渋谷のテイクオフセブンで、うん、夕方の5時半からスタートです、うん、当日券がもしかしてあるかもしれないので、そちらを、ゲットして、遊びに来てほしいんですけれども、うん、詳しくは、ファンクラブパヨマカセのトップページにですね、このライブの参加方法と、どうしたらチケットがゲットできるかというのが書いてありますので、そちらをホームページを見てくださいませ、うん、ぜひぜひ遊びに来てください。楽しみだね。そうだね、うん、あとライブパンフレットを、うん、販売しようと思っていて、はい、そこにね、ちょっとさえちゃんからも一筆いただいたので、はい、書きました、はい、頭を悩ませてねえ、はい、割と頑張ったよね。え、そうね、うんうん、悩んでくれたんだ。悩みました、はい、そう、たくさんね、さえちゃん書いてくれたので、はい、そうですね、はい、そちらもね、はい、うん、ぜひぜひ楽しみにしてください、はい、お願いします。では、はい、こんなおさらいしたいと思います、はい、今週の吹き足をアイランド温泉癒されて、今日お休みしました負けず嫌い王選手権と、今日はあやねでやてのメール、あと島民であるやてのふつおたは、この聞いちゃってアイランド海流神社放送局の番組ページメールフォームから送ってくださいね。お待ちしています。聞いちゃってアイランド海流神社放送局、この時間のお相手は高橋美香子と千葉紗友子でした。また来週も忘れず聞いてアイランド。